前また仕掛けた、仕掛けて中へ、さあヌエディングシュート、興梠追加点入りました。浦和レッズ自身2得点目。いや素晴らしいゴールですね。小前の仕掛けですよね。やっぱこう縦に行くっていうのがね、はい、縦に行く時点で鎌田は見失うんですよ、やっぱボールを見てしまうので、うん、で興梠は外から入ってきているので、はい、もう上がったって思った時はもう5点を踏んで